英語のどの時間です。ありがとう、レスターさん、ホスター大学さん、これやってくれてありがとうね。まあ、一番大切なこの選挙の議題はね、土下座な国にね、わしらなりたいんかし、土下座な将来みんなでどうやって作っていくかっていうことね。うちのね、孫の2歳の誕生日だけね、よう考えるんよ。最初はね、まあ、経済ね、みんなのための経済作らなきゃん、ね、トップの人だけでのってね。そうしたらね、新しい仕事はいるしね、いい仕事、それで給料がかかるような仕事。ね、わしら、うちらあんたに投資したんよ。あんたの将来に投資したんよ。そしたらインフラ作らなきゃいけんわよね。製造業とかイノベーション、テクノロジーとか、クリーンエナジーとかね。そしてね、小さい、スモールビジネス、自営業でね。まあ、雇用っていうのはそのところは作られるからね。これからね、うちらはね、フェアにせんにゃいけんね。経済ね。最低賃金上げにゃいけんよ。それからね、同じ、給料払わなきゃいけん、女子にもね。で、会社でもプロフィットシェアリングせんにゃいけんよ。利益上げるんだったらみんなで分けにゃいけんよね。トップだけがね、締めたらいけんよ。苦労生しておるだろう。家族とね、仕事をね、バランスが難しいんよ。ね。みんな、酔うちゃってよ。疲れる言うてね。じゃけん、ファミリーリーブっていうかね、病気だったら休めるようなシステムもいるしね、チャイルドケアとかね、大学無料にするとかそういうことだね。金持ちにもっと税金払ってもらわなきゃいけんね。最後になんだけどね、うちらはね、ドナルド・トランプさん一緒にね、ここに立っとるだろう。ドナルドさん。どうもどうも、ありがとうね。ディベートしましょうかいね。うん、わしらはね、私らの国を直面しとるね、話するけ、あなたはね、決めてね、どっちが、私らのどっちが大統領になれるか、どっちが計画立ててちゃんとね、生活をよくできるかいうのね、私がね、あなたらのね、投票を勝ち取ることができるということを希望しとるけね、よろしく頼むわ。レッサーさん、どうもありがとうございます。私らの、ね、仕事はね、雇用がね、メキシコに行ったり外国に出おるよね、他の国に逃げようよ。中国見てみんさいや、わしらの国に勝ること見てみんさい、自分らのね、お金のあれを価値下げてね、わざと下げてね、わしら勝てるんよ、そういう競争に対して。あいつらね、わしらのアメリカをね、利用して中国っていうのをね、自分たちの国をね、やりようんじゃけん、仕事が逃げおるんよ。メキシコで起こることを見てみんさい、わしの友達らがね、工場をメキシコに作るようんじゃけどね、ものすごいええ施設なんよ、洗練された。でもね、アメリカではそうでもないよね。アメリカではフォードが逃げるおるじゃろ、小さい車のもとか、ミシガンとかオハイオとか、多くの雇用がなくなるようです。もうこれ以上ね、これ起こしたわけはね、チャイルドケアの問題とかあるけどね、ヒラリーと私はまあ、どうしようとかもあるんよ。ね、まあ、どうやってやるかとか、数字とかね、何をするかいうことはちょっと違う意見、ヒラリーさんとあるけどね、わしらはね、わしらのね、仕事がね、外国に盗まれるのをね、どうにかせんにゃいけんよ。で、会社がね、アメリカからどっか行きょるじゃろ。あれはいかんよ、ね。みんなをクビにしてどっか行きょんじゃけん。エアコンディションの産業とか、インディアナポリスとかね、1400人がメキシコクビにされてね、仕事がメキシコに行ったんよ、雇用が。多くの会社は焦げない。こんなことしちゃいけんわいね。わしの計画はね、税金を減らして、ものすごいぶち減らすけやね。14% ぐらいね。ちっちゃい会から大きい会社までね、減らすわいね、税金を。そしたら、ロナルド・レーガン以来のね、ぶちでかい減税よ。会社が、そしたら集まるわね。そしたらね、大きくなるし、拡大するしね。わしはそれするのがものすごいね、楽しみにしとるわね。それから、貿易条項なんかもわしはね、直すよね。で、この国からね、仕事、雇用を奪えるやつと戦うわね。英語のど、また明日。